神秘の子羊への礼拝フーベルト・ファン・エイクと、ヤン・ファン・エイク -1492 番、油彩油彩には以下の意味がある。油彩画は絵画のうちでも優れて、明確な積層構造をとる媒体である。塗膜の接着を良くする意味で、ファット・オーバーリーンという勘に従い、上層が下層より油分が多くなるようにする。油彩絵の具による塗膜にそのまま水性絵の具を重ねると剥落などの問題を起こすので避けられる。経年によって塩白などは完成油と反応し金属石鹸を生じ透明度が高まるのでおよそ100年以上経過すると書き直しやためらいが見えるようになる。これをペンティメントと呼ぶ。パウル・クレーのドゥルカマラ島のように経年による絵の具層の変化が利用された作品も知られている。油彩の基本的な構造は以下の通りである。油彩画は布に描かれているという固定観念があるが、必ずしも正しくない。紙やパネル、金属板もしばしば用いられる。油絵具油彩絵の具完成油を主成分とする固着剤と顔料の屈折率の差が小さいことから、油彩絵の具は高い透明性を示す。さらに、固着剤を多くしても問題が起きがたいので透明な塗膜を作ることができる。粘着度が高いことから光沢のある画面を作る。透明感と光沢のある画面が本来の特徴であり、油彩絵の具が遅完成であることからよく探求された精緻な階調の絵画も多い。肉やせめべりが少ないことから近代、現代の油彩絵の具は厚塗りにも向く。乾燥が早く描画する上で規制が大きく、透明性の変化に乏しいフレスコに対し、技法に対する柔軟さ、光沢、透明性や遅完成といった性質から支持され、発展してきた絵画材料である。現在市販されているチューブ入りの油絵具には、扱いやすいように、耐湿顔料や乾燥促進剤などの除剤が練り合わせられており、容易に描画できるよう調整されている。地塗りと両炭酸カルシウム、白亜、チタン白などの顔料と二価和水や加工した完成油などを固着剤とする材料が用いられる。水性地は上の絵の具層から多くの油分を吸収して塗膜が艶消しになりやすい。油性地は上層の油をあまり吸収せず画面に艶が生まれやすいものの絵の具の固着性が劣る場合がある。二価和水と完成油を混合し、エマルションにした材料を用いた半油性地は両者の中間の性質を持つ。メディウム競技には練り合わせ剤や転色剤の中の固着剤を指す。工技には絵の具そのもの、溶き油を含める場合もある。ただし溶剤のみのものは含めない。様々な種類の画筆パレット。パレットは絵画を描く際に使う絵の具を混合するための板。合成樹脂や紙、木等が使われる。油壺絵画用の液体を入れる容器。金属性や陶器性がある。特に日本ではこれ以外にディステンパー用の溶き皿も似た役割を果たす道具として使われている。画筆。画筆は絵画制作に用いる描くための筆である。油絵具は普通剛毛筆を用い面的に塗布する。繊細な描写には重毛筆のコシのあるものが好まれる。フィルバーとフラット、ラウンド、ファンなどの形状がある。原毛は天然毛と合成毛に分けられる。硬さによって剛毛と重毛、二個毛に分けることも可能である。筆は同じ形状でも毛質によって書き味が異なる。ナイフ。ペインティングナイフとパレットナイフはコテのような道具である。油絵具を練ったり、画面についた不要な絵の具を取ったりするのに用いる。描画は筆によるとは限らず、ナイフを用いる場合もある。スクレパーのように刃のついたものも用いる。その他ローラーやヘラなどを用いる人もいる。指などで絵の具を画面に乗せる人もいる。絵画の技法は様々あり、分類の仕方もいろいろである。鮭、高橋由一1877頃紙、油彩 140.046.5 センチメートル、東京芸術大学。絵画の種類。形式は挙げれば、キリがない。ありがとうございます。